史上ってんだ。ま、適当にやるわ。文金、まさか後に落ち延びたお前と手を組むことになろうとはな。芝生に尻尾を振るのが耐えられなかったか。敵は芝生。せいぜいお互い利用し合おうじゃない。諸葛丹様、こちらを。これは帝からの我が道定められていたか。我が最地のすべてをかけ芝生を討ち義を救う。諸葛丹が文金と接触しました。それでさらに帝が諸葛丹に密書。もういい、行け。はっ。撃つべき者らがまとまったか。手間が省けたな。カジ、何か分かったのか。諸葛丹、お前は一体よっ。先も崖上からの罠があるかもしれない。このまま分かれて進み、列動隊を援護するぞ。決したのやつ。感謝
死です。私たちの方がずっと面倒な進化です。下の土砲を壊してやるとするか。兵器を起動させよう。奴らの進軍を阻むのだ。これでは先へ進めない。兵器を壊さなくても。おお、素晴らしいお感じ。土砲が壊されたぞ。さっさと終わらせるか。いつもその調子で終わればいいな。
わる。素晴らしいご活躍。出したようだな。余計な邪魔をされる前に打っておけ。あらよ、あらよ、死状。ほら、これ一時か。お前はいつもその調子でやるのがいいもの。
だけ。だから、お前もこちらに下れ。そうだな。俺は生き延びる道を選びたい。そちらに帰順させてくれないだろうか。我らがここを開門いたします。どうぞ中へお進み。ください。いいんじゃないですか。奴には協力せんぞ。諸葛丹様、ここに援軍が現れました。おそらくあの方からの増援だと思われます。私ごと気を気にかけてくださったのか。今すぐ門を開け、中を入っていただかねば。この犬野郎、何を勝手なことを。誰からかもわかんねえ援軍を入れられるか。私のみならずあの方まで侮辱するとは。ほらほらよ、おめえ粛清してやる。ほらよ、それ父親か。これ言っとくか。もはやこちらに従う理由は。ほらやった。はい兄上、我らは義に下りましょう。ブンキン殿が斬られたぞ。しかもやったのは諸葛丹だ。城内で揉め事が起きたと報告が入りました。諸葛丹がブンキンを斬ったとのことです。受け取ってくれよな。やれば生きるというのだよっ。ほらほらよ、それそれよ。真の三国武将とはお見事。おお、素晴らしいご活躍。どこで読み違った。さすがにまずいな。死を解いたかった父が。もう一度そちらに投降させてください。我が使命なのだ。諸葛丹、
本中の基本だ。この程度で動揺するとは、私には何が足りないのか。信じろ。お前はいつもその調子でやればいいのだ。援護が必要か。全く世話が焼ける。共に歩む道など私にはない。そうか陛下、我が力及ばず。陛下果樹、何か知ってるな。バカがバカをそそのかした。ただそれだけのことだ。帝とてことを公にはできまい。おかげで後の憂いを早く詰めた。そうかよ俺は何も知らず。手厚く葬ってやる。